工業者である。インバウンド系貸切バス事業者から出発し、ツアーバス参入を経て高速バスへ移行した、VIP ライナーの運行会社として知られる。本校では、系列のバス事業者である、平成コミュニティバス株式会社についても記述する。貸し切りバス、高速バスの運行を中心事業とする。また、東京都練馬区、板橋区、北区、足立区及び、 多摩地域の一部で特別支援学校のスクールバスの運行受託も行っている。ツアーバス、VIP ライナーの高速乗り合いバスへの移行を機に乗り合いバス事業へも進出し、埼玉県内で一般路線バスも運行する。2019年3月までは、吉見町のコミュニティバス、吉見町巡回バスの運行受託も行っていた。バス事業以外では、フィットネスクラブ、 カーブスジャパンのフランチャイズチェーン契約としてフィットネス事業に進出した。また宿泊事業としてドミトリー、ホステルワサビなどを運営する。過去にはラーメン店やサブウェイのフランチャイズ店などの外食事業、ネイルサロン、介護事業所などを運営していた。年に一度高速バス、VIP ライナーや一般路線バス、平成コミュニティバスの利用者や カーブス東京都内3店舗と埼玉県内4店舗の会員に感謝して社ンイベントを実施している。平成エンタープライズとして以下の団体に加盟している。車の運転が好きなバスオタクと自称する創業者のタクラキリヤが1992年に25歳で企業し会社設立。タクラは父の会社が倒産したため高校を中退し、 佐川急便に就職して、セールスドライバーとして働いていた。タクラは、運転が好きだったから運送会社に就職したという。しかし、バブル景気の最中に早朝から深夜まで働き詰めで、体調を崩して退職。大切にしていた愛車の会社を売り、中古の日の、ブルーリボン RU を800万円で購入。そのたった一台のバスを元手にバス会社を始めた。 タクラは大きいバスが好きだったから大型バスを買ったという。創業時に購入した最初のブルーリボン RU は EF750 型エンジンを積んだ乗りやすいバスだったとタクラは述べるとともにその初代車両は中古車として売却してしまったが残しておけばよかった。今となっては残しておけばよかったと思うバスがたくさんあると語っている。 父の知人の台湾人旅行業者から観光客の送迎とバスツアーを依頼されたことが、景気で事業を始め、台湾人観光客の訪日外国人旅行をターゲットにしたインバウンド輸送から始めた。そして、台湾や香港から仕事が入るようになり、台湾人経営者から2000万円の融資を受けて、バスを3台に増車。 さらに家境経営者らから約1億円の融資を受けて1992年に会社を設立した。借金は4から5年で返済できたという。まだ政府がインバウンド観光に力を入れ始める前の時代、当時の観光バス業界は国内需要が中心で、1980年代から1990年代には、 台湾人観光客を受け入れない観光バスも多かったため需要はあった。当初は旅行会社から仕事を受け、タクラ自身が運転手として観光客を乗せており、入社してきた従業員にもタクラ自身が運転を教えていた。またタクラは自ら運転する傍ら旅行会社への営業も行っていたが、この際に佐川急便で セールスドライバーとして勤務していた経験が役立ったという。こうして、平成エンタープライズは、インバウンド向け観光バス会社の先駆けとして、急成長していく。2000年代のバス事業規制緩和を受け、2007年8月に、東京大阪間で高速ツアーバス、VIP ライナーを運行開始、ツアーバス業界に参入。首都圏と京阪神を結ぶツアーバスは、 需要の高さから多くの貸切バス事業者が運行に参入し、特に東京大阪間は激戦区となり熾烈な価格競争が繰り広げられた。その中で VIP ライナーでは乗客の快適性を追求し、2009年8月には VIP ライナーに女性専用車プルメリアを運行開始。女性客をターゲットとしたパウダールーム付きの待合室。 VIP ラウンジを設置し、2010年7月には、第1号として、新宿 VIP ラウンジがオープン、同年10月には、関西に、京都 VIP ラウンジ、南波 VIP ラウンジを同時開設した。また夜行バスで、後ろの乗客に気を使わなくて済む、よう運転手が、一斉リクライニングを促すなどの工夫もしていた。ツアーバスブームで、 VIP ライナーの知名度は向上し、平成エンタープライズという社名よりも知られるようになった。2013年にツアーバスが高速乗り合いバスへ統合され、新高速乗り合いバス制度が発足すると、ツアーバスから撤退する貸切バス事業者が相次ぐ中、平成エンタープライズは VIP ライナーを高速乗り合いバスへ移行して運行を継続した。 2012年2月2日には関連会社として平成コミュニティバス株式会社を設立し大阪市住江駅に大阪営業所を置いたまた平成エンタープライズとして地方自治体の入札にも参加しスクールバスなどの福祉輸送にも進出した2010年代後半にはインバウンド観光の校長を受け2017年時点では従業員800人 バス保有台数は400台に達した。2017年3月期の連結業績は、売上高は約70億円、準利益は約2億円を見込み、売上高は創業時の約230倍にまで成長を遂げた。同年2017年1月時点では、翌2018年12月をメドに、株式上場を予定し、 時価総額で100億円程度を目指すとしていた。しかし、乗り合いバス事業者の7割は赤字で新規上場が難しい業界とされ、上場企業は神奈川中央交通など4社のみにとどまる。2017年10月には、バス車両を使用した移動型キッズスペース、遊びバスを開始。翌2018年2月に商標登録しており、名称は遊び場と、 バスを組み合わせたカバン語である中古車両の座席を撤去して車内をキッズスペースとしたもので専用車両は日野ブルーリボンイスズキュービックなどを使用している最初のバスが日野自動車製であったことから創業以来新車は日野車を中心に購入しており 平成エンタープライズで購入するバスは現在でもすべて社長のタクラ自身が選んでいる。ある年には年間48台を新車購入し、その年の関東地方での購入数トップになったと日野自動車のディーラーから知らされたこともあったという。ただした事業者からの移籍者など中古導入者には日野自動車線以外の車両も在籍する。イオンモール。 ハブ線の車両イスズキュービック、東京ベーシティバスからの遺跡車羽生駅西口を起点に、埼玉県道60号、バブガイアクリハシ線、国道122号を通り、イオンモール羽生へ向かう路線である。開業当時の途中停留所は、下、岩瀬のみだったが、2015年9月24日に、新しい停留所が新設された。通勤時間帯は、工業団地入り口、 小松台一丁目を経由し、通勤時間帯以外は新設された、小松台工業団地を経由する。2018年5月1日、ハブ総合病院の移転に伴い、バブ病院を経由する系統が新設された。2019年10月1日より和音での運賃支払いに対応した。2020年8月25日、時刻とルートを改正。ハブ第一高校。 アイアイタウン停留所を新設した一方で、ハブ病院、下岩瀬停留所は同日開設の新路線、アイアイタウン循環バスへ移行した。週末や祝日には、自家用車での来客が多いため、イオンモールハブ発の美は1車線しかない国道122号への道路が断続的に渋滞し、埼玉県道32号コのすはに線と、イオンモール、 ハブの南側を結ぶ道路の交差点の信号機が整備されていないため、定時運行ができないことが多い。2020年8月25日運行開始。廃止路線、モラージュ勝負の開業に合わせて開設された。北本駅東口を起点に、途中朝日4丁目を経由し、埼玉県道312号下石途上勝負線。 埼玉県道315を笠原勝武線を通り、モラージュ勝武へ向かう路線である。開業当初は直行バスであったが、後に朝日4丁目バス停が追加設置された。2010年に同じく高崎線の駅から発着する桶川駅からの朝日自動車の急行バスが開設されてからは、本数が削減され、2012年12月7日からは、さらに削減。 2013年2月3日に路線廃止となった。メルファプラグインハイブリッド2016年にイオンモール、カスカベ線専用車として導入され、日本初の PHV バス営業運行を開始した。イオンモール、カスカベ開業1ヶ月前の2013年2月6日より運行開始された。カスカベ駅東口を起点に、埼玉県道2号埼玉カスカベ線。 国道16号カスカベのダバイパス、埼玉県道321号西かなのい、カスカベ線を経由して、南桜井駅へ向かう路線である。開業当初は、イオンモールカスカベで路線が分割されており、南桜井駅発着便も国道16号を経由していたが、2014年4月1日より、路線を統合し、西かなのいカスカベ線上の昭和高校バス停を、 新設して、経由地の変更を行った。2016年3月13日に、ダイヤ改正を行い、開設以来の全日ダイヤを平日と休日ダイヤに変更しつつ地休日の増便を行った。これに伴い、日のメルファプラグインハイブリッドを導入し、日本初の PHV バスによる営業運行が開始された。2017年9月15日より、 カスカ駅東口山田電機前館に停留場を新設。2018年6月1日より、琉球館に停留場を新設。一部の便が経由を開始した。2019年10月1日からは、ワ音ンでの運賃に支払いに対応した。2020年4月1日に時刻改正。2020年4月4日より、新型コロナウイルスの影響により琉球館経由は、 運休した。2020年9月1日の時刻改正で大幅に減便され、また同年内で廃止予定と発表された。2020年12月31日をもって路線廃止となった。吉見町巡回バス専用車両費のリエッセステップリフトバス廃止路線 VIP ライナー、専用車グランシアファースト号 VIP ライナーのブランドで高速路線バスを運行している。 2013年7月31日までは自社最高のツアーバスであった。一部の便において低反発素材を内蔵した座席、エアリーソファや電動バックシェル3列もしくは同4列シートを使用している。VIP ライナーで使用しているブランケットや低反発枕は常に自社専属のコインランドリーで洗濯、乾燥を行い清潔に保たれている。 オプションとして、自社経営の和風カプセルホテル、ゲストハウスわさび宿泊、休憩プラン、都営交通ツ日乗車券、都営丸ごと切符、京都市営バス、京都バス、京都市営地下鉄、ランデンの一日乗車券、TDR のパスポート券、マンボウ、自由空間、メディアカフェポパイの、ネットカフェ利用券、大江戸温泉物語の入浴券などを組み込むことが、できる。 また毎年大晦日から元日、二日にかけては、全便運休となる。また、新規観光バスが運行する、リモンブスの運行支援及び予約、発券業務も行っている。乗車地、降車地の組み合わせは路線によって異なるので、ウェブサイトで確認されたい。東京、京都、大阪、名古屋に VIP ラウンジ、南場に VIP ビラを開設している。かつては、 南場、新宿にも VIP ラウンジがあったが、前者は2016年10月31日、後者は2020年9月6日をもって閉鎖している。VIP ラウンジは乗車、校車両日に高速バス利用者が利用できる施設で、フィッティングルームやインターネットスペースなどを備えている。2011年1月より、ツアーバスを利用しなくても、有料で使用できるようになったほか。 東京では、日中、ハブカフェ東京という名称で営業している。また、高速バスの各種オプションをその場で購入することができる。2016年4月4日のバスタ新宿開業に伴い、新宿 VIP ラウンジは、リラクゼーションスペースとして、リニューアルオープン。同年4月4日に VIP ビラナンバがオープンした。また大阪は当初は、 VIP スタンドだったが、2017年3月1日に、VIP ラウンジへと変更になった。VIP ビューツアー専用車2019年3月29日より、2階建て、オープントップバスによる、東京都内観光バス、VIP ビューツアーを運行開始した。八重洲の東京 VIP ラウンジから皇居、六本木、東京タワー、銀座方面を周回する。 シティコースとレインボーブリッジや臨海副都心を周回する米コースの2コースで運行開始され2019年7月16日からは上野発のダウンタウン浅草コースと新宿発のライブ東京コースが追加された専用車両として三菱不走エアロキングが使用されるありがとうございます